岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬脳は水沢競馬場を探検しよう前編。いや雨ですけどお客さんいっぱい来てますね、うん、いっぱい来てますね、賑わってます、はい、さてちゃんゆき、今回のテーマは何ですか？はい、今回のテーマは水沢競馬場を探検しよう。競馬場に着いたら窓口があるんですけど、あそこで入場料200円を払っていきましょう。ありがとうございます。よし、じゃあ早速ちゃん入っていこう。行きましょう、行きましょう。さあ入ってきましたけれども、ゲート入ってすぐパドックがありますから、ほんと近くで見られるもんね。あちらには水沢競馬場のグルメが揃っておりますよ。去年食べたホルモン美味しかったですね。また食べたいね。お腹空いてきた。さあ階段を上ってきまして、ここがアリサちゃん、はい、テレトラックです。勝ち馬投票券買えたり、すぐ外に行ってレースを観戦できたりする、そんな場所ですね。こちらには大型モニターがありますよね。映画館みたいな感じで見られますよね。階段みたいな席になっているので、とっても見やすいんだろうなって思うよね。ポップコーン片手に見たくなります。さあテレトラックを出て、このようなベランダがあるんですよね。すごい近くに感じられて、上からですけど見やすい。本当そこの目の前でスタートしたり、すぐ出てレース完成してっていうのも実現できますよね、うん。テレトラックへはメインスタンドからつながる通路でも移動できます。雨の日も濡れずに移動できるんです。向上面に春になったら桜がね見えるから、こっから見る景色も最高なんですよ。お花見に来る方も多いですもんね。最高だよね。最高。岩手競馬騎手情報。4月2日2023シーズン岩手競馬が開幕。そして新人の佐々木紫苑騎手がデビューしました。期間限定騎乗の桂山浩平騎手も登場し、セレモニーが行われました。この日桂山騎手は第5レースで見事岩手初勝利。両騎手にこれから期待が高まります。来週も馬のは見てね。